クリスティアーネ・アマーリエフォン、ヘッセン・ホンブルクは、ドイツのヘッセン・ホンブルク家の皇女で、アンハルトデッサウ公成子、フリードリヒの妻。ヘッセン・ホンブルク皇白フリードリヒ五世とその妻で、ヘッセン・ダルムシュタット皇白ルートビヒ九世の娘で、あるカロリーネの間の、第五子、三女として生まれた。1792年6月12日。 ホンブルクでアンハルトゲッサウコを師フリードリヒと結婚。アマーリエは自分の子供たちの育児、教育を徹底的に自分自身で行った。1797年2月6日、エイリン長官、ハインリヒ・オット・ホンゲルシェンよりプリオーラウの荘園を購入した。ホンブルク宮廷に仕えていた詩人、フリードリヒ・ヘルダーリンは1800年頃、静けさに包まれた家から出て、 デッサウコーヒーに当ててという詩をアマーりえに検定している。夫との間に七人の子を設けた。ありがとうございます。